どうも、ヒカリン TV でございます。イエイ。今回紹介していくのはこちら。今さっきね、見てもらったガチャガチャ、これ開封していきたいと思います。ディズニーのやつで、ちょっとなんか近所には見かけないようなやつなんですよ。秋葉原にしかないような感じのガチャです。これ結構ね、高かったんでね、これの出来、このフィギュアの完成度、ちょっと楽しみなんですよね。開封していきます。ミッキーとか出たらいいですけどね。開封出ました。お、ミッキー出た。え、てかこれ全部ミッキーなの？あ、ミッキーとミニーしかいないんだ。やばい。これです。こんな感じラインナップね。ほんで、ミッキー出ました。はい、これ組み立てていきます。おめえ、ハサミがないからここでやるしかないの。はい、完成品がこちらです。完成品っていうか、これ組み立てる要素が一個もなくて、ただ台に乗せるだけなんですよ。はい、これ超出来良くないですか、ミッキー。これ可愛くないですか、かっこよくないですか。逆にこのミッキーやばいっすね。はい、いかがでしたでしょうか。こちらね、ミッキー、60年代のミッキーをイメージしてるらしいです。あとミニーちゃんもいるらしいんですけど、これ結構1個ずつの値段が高いんで、全5種コンプするのはなかなか大変なんですけど、ちょっとこれ欲しくなっちゃうクオリティですよね。はい、ということで今回のミッキー大満足です。皆さんも見つけたらぜひやってみてください。以上、ヒカリン TV でした。バイバイ。